りするディズニー・オン・アイスはあと5分で始まります。あと5分です。すっごいショーが始まるんで、ショーが始まる前にみんなで何か面白いことをしてウォームアップするのはどうかな。いいわね。じゃあ会場の皆様に協力をして初めてのディズニー・オン・アイスウェーブをやってみるのはどう。ディズニー・オン・アイスウェーブ面白そうだね。それでは皆さん、スケートリンクのここから始めますよ。ここからディズニー・オン・アイス。それってどんな愛の物語なのかな。それはね、グッフィー。まあ、今愛の物語って言った。ああ、私愛の物語って大好きなの。どうしてかわかる？そうだな。まあ、それは。愛してるっていう気持ちがいろんな形で伝わってくるんだ。心を変えるのはとても難しいよ。頭は簡単に丸め込めるからな。心配はいらない。でも魔法を全て消し去る必要がある。魔法についての記憶も。アナはエルサとの楽しい思い出だけを覚えているだろう。エルサは自分の力を抑えることを学ばねばならない。それが敵となるだろう。もう二度とアナを傷つけたくない。近くに行っちゃダメなのよ。全部隠さなきゃ。心を見せちゃダメ。エルサ、雪だるま作ろう。国中の誰もかなわないくらい。だったけどね、本当なんだよかったね、私の方で。ああ、そうかね。髪どうしたの？生まれつき白いの。夢ではトロールのキスでこうなってたけど。素敵だよ。僕の12人の兄たちは僕のことをトロールってからかうんだ。待って、兄弟何人いるって言ったの？12人兄がいるんだよ。そのうち3人は僕のことが見えないようなふりしてた。2年間もね。ひどいわね。兄ってそんなもんだろ。姉だってそう。小さい頃はすごく仲良しだったの。だけどある日突然私を避けるようになった。なぜかわからないけど。僕はそんなことしないよ。ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにも公爵閣下です。エーゼルトンだ。エーゼルトン公爵です。陛下、貿易を通してつながりの深いこの私と最初のダンスを踊っていただけませんか。一二ってジャンプ。せっかくですが私は踊りません。ああ、妹が踊ります。え、運がいいですの。でも私はつまずいても書き込んで差し上げますぞ。ごめんね。クジャクのようにしなやかに。うわーそういえば白の門が入って本当によかった。なぜ今まで締め切っていたんです。理由をご存知ですかな。そうか、まあいい、わかりました。私はダンスフロアの話術師と呼ばれている。ニワトリのように美しくされた顔をして舞い踊る。もう一曲踊りたくなったら声をおかけください。随分お元気な方ね。あの人かかとの高い靴履いてるのね。ああ、大丈夫。本当最高の気分。とっても楽しい。毎日こうだったらいいのにね。そうね。でも無理なの。どうしてだって無理なものは無理。ごめんね、ちょっと。ほら捕まえた。ハンなんてことだ、王国が。これは女王の仕業か。雪だわ。7月なのに。大丈夫か。知っていたの。いい意味でだよ。それに姉さんだって普通の人間よ。早く死ぬところだったんだぞ。放りで滑っただけだろ。あいつの怖いよ。やったんじゃない。ただ怖くなって混乱しただけ。こんなことになるなんて思ってなかったわ。こうなったのは私のせい。エルサを怒らせたから。だから私が追いかける。アナ、ダメだ、危険すぎるよ。エルサに会いに行くだけを元に戻してって頼んでみる。王女様、旅の備えにこれをお持ちください。僕も一緒に行く。いいえ、あなたは残ってアレンデールをお願い。名誉にかけてハンス王子に国を任せます。女王を信じられるのか。もしも君に何かあったら。大丈夫に決まってる。だって姉さんなんだから。歌が上手ね。見せ物じゃないぞ。そうなの？あ、それよりこの辺りで若い女性見かけなかった？例えば女王とか。それってこの吹雪を起こしちゃった女王の答え？そう。ノースマウンテンに向かっていたよ。ノースマウンテン。私はアレンデールのアナ王女。ノースマウンテンまで連れて行ってほしいの。俺はどこかで生まれたクリスト。悪いけど道案内はやらないんだ。アレンデールに戻ったらお礼をするわ。じゃあ今あげる。これでどう？色が好きじゃない。ちょっとかわいすぎ。じゃあスープは？おい、スープで言うことを聞くほど困っているように見えるってのかな。そう？だからこの温かくて美味しい人参スープ一人でいただくわ。今人参って言った？私ならこの冬を終わらせられる。夜明けに出発だ。今すぐ出発よ。いいソリね。おい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 、足を下ろせ。本当に行儀悪いな。悩んで育ったのか。違う、お城で育ったの。落ちるなよ。ガンガン飛ばすぞ。それでどういうことだ？なんで女王は国中を凍らせたんだ？ああ、それは全部私のせいなの。私婚約したんだけど、その日に会ったばかりの人だったから姉さんすごく怒って、それで結婚は認めないって言い出した。その日に会ったばかりのやつと婚約したっていうのは？そう、それでね、私も姉さんもカーッとなって、姉さんが出て行こうとしたから手袋を使うんだ。その日に会ったばかりのやつといきなり結婚を決めたってのか。まさか本気で？そう、ちゃんと聞いてて。姉さんはどんな時でも手袋をしてたの。だから汚れるのが嫌なんだろうなって思ってた。知らないやつには気をつけなきゃダメだろ。そうよね、確かに。でもハンスは知らない人じゃないし。そうか、じゃあハンスの名字は？名字はサザンアイリス。好きな食べ物は？サンドイッチ。親友の名前は？多分ジョンね。目の色は？そんなの関係ないでしょ。食事はしたか？食べ方が汚かったら？そいつが鼻をほじったらどうする？鼻をほじる？それを食べたら？はあ、冗談言わないで。彼は王子よ。男はみんなやる。あ、そんなの全然気にしない。運命の人だから。そうは思えないね。まるで恋愛のスペシャリストって感じで。違う、でも友達がそうなんだ。へえ、恋愛のスペシャリストの友達がいるの？信じられない。どうなんだ。いやだ、黙らない。ぜひその友達にしよう。支払い終わったのに。うわ、ソリは弁償する。それに荷物も全部。それともう私のこと助けてくれなくてもいいから。もちろん助ける気なんかないよ。そうさ、こんな目にあってまで人を助けるなんてもう二度とごめんだ。あの子一人じゃ死んじゃうよ。別にいいさ。そしたら新しい一人買ってもらえなくなっちゃう。嫌なこと言うなお前。待ってろ、今行く。いいの？じゃなくて、そう、ついてきてくれば。エルさんを見つけなきゃ。するディズニー・オン・アイス「アナと雪の女王」の後半は休憩の後お届けします。一旦休憩か。違う、そっち向きに置いちゃダメだ。皮は上に向けるんだよ。下にする方がよく乾くだろう。マントだ、マントはいらないか。城の門は開けてある。大広場に温かい飲み物とスープを用意した。大将王子、アレンディールの城にある品を全て配る気か。アナと人の貿易に差し支えるではないか。これはアナ王女の命令で。そんなことは関係ない。あんたのひねりには信じられん。恐ろしい魔法使いが組んで我々を。これもすごいな。王女を疑うことは許さない。僕がアレンデールを任されている。言うことを聞かないと法律に従い処罰するぞ。なんだと。ひどい風だわ。王女はお一人で大丈夫かしら。アナ王女が心配だ。これから王女を探しに行く。一緒に行く者はいないか。私が同行しようではないか。エルサ女王を探し出し力ずくでこの冬を終わらせてやる。えてやった方がいい。どうやって冬をまた夏に戻すつもりなんだ。ああ、姉さんにお願いしてみようと思って。それだけか。俺の商売は君のお願いにかかってるのか。そう。女王が怖くないのか。怖いわけないでしょ。そうさ、女王はきっと優しくて親切で心の温かい人だよ。山で行方不明になるのは一人が好きなやつなんだ。一人が好きな人なんていない。あなた以外はね。俺は一人じゃない。友達がたくさんいるんだ。恋愛のスペシャリストって人。そう、恋愛のスペシャリストだ。ねえみんな、役に立つかどうかわかんないけど、崖の上までつながってる階段を見つけたよ。氷だ。涙が出そう。どうぞ、いっぱい感動して。綺麗だ。ノックして。ノックだよ。なんでノックしないの。やり方知らないのかな。あなたはここで待っててくれる。なんで。男性を紹介したのがきっかけでこんなことになったから。入ってもいいだろ。氷でできた宮殿だぞ。氷は俺の全てだ。ちょっとだけ2人にして。じゃあ一歩、1、2、3、4。エルサー、私よ、アナよ。アナ。うわー、エルサ、なんだか変わったね。もちろんいい意味で。それにここすごく素敵。ありがとう。私にこんなことができるなんてね。お城でのこと本当にごめんね。もし知ってれば気にしないで。謝る必要はないわ。だからもう帰ってお願い。今来たばかりなのに。あなたはアレンデールにいるべきよ。エルサのでしょ。いいえ、アナ、私はここにいる。一人で自分でいられるし、誰も傷つけないで済む。あのね、そのことなんだけど。僕を作ったでしょ。忘れちゃった。生きてるの。そうみたい。子供の頃作ったのにそっくり。そうね、本当に仲良しだったよね。またあの頃みたいになれない。いいえ、無理よ。さよならアナ。エルサ、待って。ダメ、あなたのことを守りたいの。守ってもらわなくて平気。私は大丈夫よ。それでこれからどうする？これからどうしたらいいんだろう。エルサと仲直りできなかった。このままじゃアレンデールには帰れない。あなたも氷が売れないし、それにおいおい、俺の商売なんかどうでもいい。その後どうしたの？え、雪の怪物に追われたんだもの。あなただってボサボサよ。いや、そうじゃなくてシロクなんだ。シロク？これはどうして？エルサにやられたせいじゃないのか。この色じゃ変。いや、ちょっと考えてね。すぐに答えたよ。あの、俺が何とかしてやる。来てくれ。いいよ。どこ行くの？友達に会いに。恋愛のスペシャリスト？恋愛のスペシャリスト。そうだ、心配するな。その髪も治るよ。なんでわかるの？直したの見たことがある。僕も恋愛のスペシャリストなんだよ。なあ、俺の友達のことだけど、友達っていうより家族みたいなもんなんだ。子供の頃、俺は全て2人きりで生きていた。その後、あいつらと暮らすようになって。そうなの？すごく賑やかだ。結構頑固だし、少し上から目線だし、それにすごく重い。本当に重いんだ。でも大丈夫、すぐに慣れてる。悪いやつらじゃないし。分かったわ、いい人たちみたいね。紹介するよ、俺の家族だ。おいみんなただの今じゃない。あいつおかしいんじゃない。僕が気を引いたことが見えて。君は恋愛のスペシャリストなんだってね。すごい。ああ、分かった。じゃあ私も行くね。待てよ、待ってくれクリストフ。ああ、クリストフ。トロールなの？クリストフ。久しぶりだね。な、タミはどこかな？お昼寝してる。トロール？トロールだ。女の子を連れてきた。どれどれ、綺麗な目、しっかりした鼻、丈夫な。いいねいいね。私たちのクリストフにぴったりだ。ちょっと、ああ、違う。勘違いしないで。そういう意味で連れてきたんじゃないんだ。そういうんじゃ。何が問題なの、ジョーちゃん。なんでこんなにいいことをほっとくのさ。歩き方のせい。え、それがしゃべり方。あの、違うよ。おい、別じゃないのにいつもするとしんさい。でも誰よりも優しいいい男。それはそうね。だからもういいじゃない。問題はある。少し会話の中にいるの。愛情は以上だよ。大丈夫だよ。の氷のかけらが心に刺さっている。もしそのままにしておけば君は凍りついてしまうだろう、永遠に。嘘。アリーナ、氷を取れるな。いや無理だ、すまないクリストフ。頭に刺さったのなら簡単に取れた。だが凍った心を溶かせるのは真実の愛だけなのだ。真実の愛。大好きな人のキスじゃないの。急いでハンスのところへ行こう。ハンス、オラフ、行くぞ。カード、行く。ハンスとキスをさせるぞ。どこまでハンスって誰？アラ王女を見つけて助け出すんだ。女王に気をつけろ。直ちに女王に手出しはするな。みんな分かったな。ここにいた。近寄らないで。近寄らない。急いでハンス王子を探すんだ。さあ、中に入りましょう。姫を頼むぞ。なぜここに連れてきたの？アナはまでは殺されていた。私はアレンデールにとって危険なのよ。アナは呼んで。アナはまだ戻ってきていない。冬を終わりにしてくれ。夏に戻してほしい。お願いだ。わからない。できないのよ。私をこのままあの山に返して。できるだけのことはする。ハンス王子、アナ王女が戻りました。アナ、こんなに冷え切って。ハンス、すぐにキスして。早く落ち着いて。早く。まあここはお二人だけ。何があったんだ。エルサの魔法にやられたの。でもだから大丈夫だ。違ったの。ああ、心が凍りそうなの。それを溶かせるのは真実の愛だけ。愛する人とのキス。君を心から愛する人がいればな。愛してるって言ったでしょ。僕の王位継承権は第13位だから、もし王になりたければどこかの王女と結婚するしかないんだ。ハンス、あなた何を言ってるの。エルサの方が王位には近いが、彼女は誰のことも受け入れない。でも君は愛に飢えている。喜んで僕との結婚を決めた。出会ってすぐに僕たちが結婚した後、エルサには事故に遭ってもらうつもりだった。ハンス、やめて。だがエルサは破滅に突き進み、君は愚かにも彼女を追った。やめて。あとは楽なもんだ。エルサを殺し、夏を取り戻せばいい。あなたはエルサに勝てっこない。いや、エルサに負けたのは君だろ。勝つのは僕さ。アレンデールの国を滅亡から救ったヒーローになるんだからな。うまくいくわけないわよ。いいや、もううまくいったさ。お願い、誰か助けて。お願い。超危険だ。気をつけろ。油断するな。いい感じ。あ、触っちゃダメなんだ。ねえスはどこ？キスはどこ行ったの？私間違ってたの。運命の人じゃなかった。もう行ってオラフ、ここにいちゃダメ。溶けちゃうよ。真実の愛であなたを助けるまでずっとここにいる。愛が何かもわからない。大丈夫、僕わかる。愛っていうのは自分より人のことを大切に思うことだよ。クリストフがアナをハウスに任せて離れていったみたいにね。クリストフが私を好き？ああ、アナって本当に愛のこと分かってないんだね。オラフ、溶け始めてる。アナのためなら溶けてもいいよ。そんなこと言ってる場合じゃないね。あ、待ってね、中にいた。してきてる。離れていかないってことはアナのことそんなに好きじゃなかったのかな。手伝ってオラフ、お願い。クリストフのところに行きたいの。なんで？なんでか分かったよ。クリストフが運命の人なんだ。雪の中を走る臭くて勇敢なトナカイの王様、行こう。したんだが手遅れだった。肌は氷、髪は白くなっていた。君の妹は死んだ。君のせいだ。クリストフ、アナ、シー、ユースト。人生最後の日だけどね。ああ、オラフ、私に任せて。あ、すごい、僕だけの雪のアナ。ちょ、あ、心が凍ったんじゃ。心が凍っているのはあなたの方でしょ。12人のお兄様たちがこれ見たらさぞ私は被害者なのだ。恐ろしくて逆らえなかった。ああ、首が痛い。まず医者に行かせてくれるかね。いや、待て、おい命令だ。女王に合わせろ。女王陛下のお言葉です。アベンデールは今後一切ウイルスタウンといかなる取引も行いません。壊したソリの代わり。俺に